宅ローンコンサルタントの鈴木です。今日のテーマは住宅ローンで車を購入できる悪徳不動産屋の言いなりになった人の末路です。皆さんは不動産屋から住宅ローンに物件購入費用以外に諸費用も組み込めると言われたことはありませんか？実は住宅ローンには物件費用以外の諸費用も含めることができるんです。しかしその意味を理解しないまま不動産屋の言う通りに諸費用まで組み込んでしまうと600万円以上損をしてしまう場合があります。一緒に確認していきましょう。このチャンネルでは住宅ローンで絶対に損をしたくない、だけど住宅ローンがわからない、そんな方に向けてたった10分間で35年間お得になる情報をお届けします。住宅購入を検討している佐藤さんを例に見ていきましょう。佐藤さんの家族構成や希望する物件の条件についてはこちらの通りです。佐藤さんは住宅ローンのことである悩みを抱えていました。それは子供が生まれて車を買い替えなければならなく、住宅ローンを支払う余裕がないというもの。そんな時に不動産屋の営業マンとこんな会話をしました。無駄な家賃払ってないで家を買った方がお得ですよ。不動産価値はまだまだ上がりますから早く買った方がいいんですよ。車を買い替えるのにこれから200万円ものを組まないといけないから住宅ローンを払う余裕なんてないよ。それなら任せてください。車の購入資金なら一緒に住宅ローンと借りられる方法があるんですよ。住宅ローンは金利も低いし長期返済だから負担ほとんどないですよ。住宅ローンと一緒にまとめてしまえば200万円のローンなら月々5000円ぐらいの支払いで済むんですよ。そんなんでいいの？車のローンだと月々3万5000円って言われていたから全然違うな。こうして家を購入することに決めてしまった佐藤さん、実は住宅ローンで車の購入資金も一緒に借りることは売買契約を二重で結ぶという違法行為だったんです。不動産屋の営業マンからは物件価格に200万円上乗せして一度借りたものを後でうちからお返ししますよと説明されました。みんなやってることだから安心してくださいと言われました。これを聞いた佐藤さんは人当たりのいい不動産屋の営業マンを信頼していたことと何よりもマイホームが手に入ることが嬉しくて深く考えずに契約を進めてしまいました。見つけてしまいましたね。大きな損を。これ以上佐藤さんに損をさせないように私の知識をお伝えします。家を購入してから1ヶ月後、佐藤さんはテレビのニュースを見ていて驚きました。担当だった営業マンが悪質な営業方法をしていたとして逮捕されたというニュースが流れていたんです。その内容は自分も行った売買契約の二重契約でした。みんなやってることだからと言われ軽率に受け入れてしまったことが実は大問題だったんです。その後佐藤さんの自宅に銀行員がやってきて規約違反のため一括返済してくださいと求められました。銀行からすると分かっていてやっていたため悪意があるとなり一括返済の対象になるということだったんです。すぐに現金を用意できるわけもなく佐藤さんは泣く泣く家を売却することになりました。時間をかけて検討する時間もなかったため購入時よりも300万円も安い値段で売却、仲介手数料と車の購入費用分を含めると借金が600万円も残ることになってしまったんです。本来はただ家を買いたかっただけの佐藤さん、何が原因で600万円を損をすることになってしまったんでしょうか。それは悪徳不動産屋の営業マンによる2つの巧妙な手口でした。まず1つ目の手口が売買契約の二重契約です。売買契約の二重契約とは家を購入するために結んだ売買契約とは別にもう一つ売買契約書を作成し本来よりも高い金額で契約することを言います。今回の佐藤さんの件では本来であれば売買価格3000万円の契約書を銀行に提出するはずが悪徳不動産屋の入れ知恵により3200万円の契約書を別に作って提出してしまったことが問題となりました。具体的に説明していきましょう。今回必要だった金額は物件価格3000万円、諸費用200万円、車の購入資金200万円です。3000万円の売買契約書では諸費用も含めた3200万円までしか借りることができません。そこで200万円上乗せをした3200万円の売買契約書を作成することによって3400万円借りられるようにしたのです。続いて2つ目の手口が収入証明書などの改ざんです。悪徳不動産屋によって都合のいいように佐藤さんの源泉徴収票や所得証明書など収入証明書の数字が改ざんされていたのです。そもそもなぜ
収入証明書の改ざんが必要だったのでしょうか。実は住宅ローンは年収によって借りられる金額が変動します。佐藤さんのケースでは3400万円の融資を受けるのは相当厳しい状況でした。そこで悪徳不動産屋は佐藤さんの源泉徴収票を偽装し、年収を実際よりも多く見せることで本来の限度額以上に多く借り入れできるようにしていたのです。具体的に説明していきましょう。融資金額を決定する際には返済比率も重要な指標となります。返済比率とは住宅ローンを含めた年間の返済額に対する年収の割合のことで、一般的に 30% を超えると住宅ローンの可決率は大きく下がります。また審査時の金利は将来金利が上がった場合のことも想定して実際の適用金利よりも高く設定されていることがほとんどです。年収400万円の佐藤さん、仮に二重契約によって3400万円の住宅ローンを組んだ場合はどうなるのでしょうか。まずはこちらをご覧ください。佐藤さんの年収は400万円なので返済比率 30% での年間返済額は120万円となります。返済月額が13万800円なので年間返済額は157万円、120万円を大きく超えてしまうため住宅ローンの通貨は相当厳しいことがわかります。そこで悪徳不動産屋は佐藤さんの収入証明書を600万円となるように改ざんしました。年収を600万円と偽れば返済比率は 26.16% となるので、佐藤さんは住宅ローンを組むことができるようになるのです。以上のように悪徳不動産屋は収入証明書等の改ざんを行うことで本来通るはずのない審査を通すこともあるのです。不動産屋に言われるがままに住宅ローンを組んでしまった佐藤さん、佐藤さんのようなケースに陥らないためにはどうするべきだったのでしょうか。まず一つ目の失敗は、書類を提出する際に内容をしっかり確認するべきだったことです。実は売買契約を二重契約をして融資を引き出す行為は詐欺罪に、収入証明書の改ざん行為は誘引公文書偽造罪に当たります。立派な犯罪であり、悪質の場合は不動産屋のみならず佐藤さんも逮捕される可能性があるんです。二つ目の失敗は、住宅ローンの資金の使い道をしっかり確認すべきだったことです。住宅ローンでお金を借りてそのお金を他の目的に利用することはできません。今回の佐藤さんのケースのように住宅ローンが車の購入資金など住宅の購入資金以外に使われた場合、銀行から一括返済を求められてしまいます。また一括返済を求められた時点で個人信用情報にも一括返済した事実が記載されるため、今後佐藤さんは他の銀行も含め融資を受けることが困難になります。子どもの教育資金を借りたくてもクレジットカードを作りたくても佐藤さんは信用をなくしてしまったため金融機関に相手にされなくなってしまいました。ちなみに余談ですが、総返済額だけを考えると車のローンは別に組むべきだったと言います。実は車のローンを住宅ローンに組み込んだ方が損をするのです。確かに200万円の車の購入資金を住宅ローンと同条件で組めば月額5415円となり、月々の返済額は大きく抑えられます。しかし本来5年で終わる車のローンを35年に伸ばすことは総支払い額で見てみると大きな損をしていることになるんです。住宅ローンに組み入れた場合はこちら、マイカーローンを組んだ場合はこちら。住宅ローンに組み入れれば月額はかなり抑えられますが、実は総支払い額で見ると住宅ローンに組み入れた方がおよそ15万円も損をしているのです。悪徳不動産屋に言われるがままに組んだ住宅ローン、実は佐藤さんは何一つ得していなかったというのが今回の結末となりました。違法行為だと分かっていながらも他のローンを住宅ローンに組み込めると進めてくる悪徳不動産屋も存在します。営業マンはなんとか住宅購入まで進めたいのが本音となります。しかしここで不動産屋に言われるがままに住宅ローンを組むのではなく、購入価格を下げる、今のローンを払い終えるまで待つなど、自分の資金力を含めた経済状況など今後のライフプランをしっかり把握しなければなりません。また売買契約書や提出した書類は自分の納得いくまで慎重に確認してください。住宅ローンとは人生の半分近く共に過ごすことになります。不動産屋に言われたからだけで住宅ローンを選ぶのではなく、しっかり知識をつけて判断しなければ大きく損をしてしまうかもしれませんよ。それではまたお会いしましょう。